まあ汗は普通にかきますよね。かきますかきます。まあ新陳代謝ですからそれね。今年は手汗。本当にね、小野くんは手汗がひどいんですよ。ヨガのポーズを僕と小野くんでできるかどうか一回試したんですよ。手を掴んだらびちょびちょで、あれなんだこいつと思って。で、ちゃんと自分はなんかこう、拭いてんだよ。メンズビオレで、ね。そうそう、メンズビオレ的なやつで手拭いてて、小野くんさ、俺の手もびしょびしょなんだけど、これどうしてくれんだよって言ったら、ああ、どうぞって、どうぞどうぞって、その自分の手を拭いたメンズビオレをパッて、曲げてほしいなって。だって、あんなに書いてると自分でも思わなかったんですよ、うん。まあ、それ使いましたけどね、それね。いや、ほんとひどい目に遭いましたけれどもね。まあ、でもね、汗をかくってのは当然のことなんですよ。しょうがないじゃないですか。夏ですからね、そうですよね。でね、うん、その汗をかくことよりも、もっと怖いのは、もしね、汗を舐められた時に、嘘の味がした時の方が怖いよね。ああ、ね、そう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 、ジョジョのブチャラティの話ですよね。この味は嘘をついている味だぜ。それね。うん、そう、うん。だからもうね、汗をかくよりもそれが怖い。ということで、今回もし、ブチャラティに遭遇して汗を舐められても冷静でいられるように、DGS 科学班が制作した嘘発見器で、冷静に嘘をつけるかを判定していきたいと思います。そうだね、スティッキーフィンガーズされちゃうからね。はい、うん、これですね、嘘発見器。割とね、割とそうですね。うん、紙なんだね。割と紙っぽいんだね、意外とね。うん。じゃあ、つけて。厚紙じゃねえかよ。あと、これなんだろう。紐が出てんだよ。紐が出てるね。うん、何これ、うん、ワイヤレス。ワイヤレスじゃねえよ。うるせえよ。明らかに紐だし、これ。しかもこれ、なんかのさ、取っ手でしょ、これ。なんかのこうさ。そうだ、ショッパーの袋の。うん、袋のさ、これ、取っ手の紐でしょ、これ。だろ。おい、怪しい。おい、目をそらすんじゃねえよ。目をそらすんじゃねえよ。ワイヤレスとか、ワイヤレス、ワイヤレス、ね。ワイヤレス、わかりました。ワイヤレス、ね、これをつけて。はい、わかりました。これつけてですね。はい、じゃあ今からね、うん、僕の質問に、全部ハイテンションで、イエスと答えてください。ハイテンションでイエス。そうです。はいはいはい。すべての質問に対して、それが嘘だったとしてもイエスと答えてください。うん、あー。はい。テレビで見たことあるな。で、もし小野くんが嘘をついていた場合は、その高性能な嘘発見器が反応します。これが？そうなんですよ。で、もし本当だった場合は、まあ当然何も反応しません。いいですか？そうですか、わかりました、はい。よし、いいでしょう、やりましょうよ。では、まず僕から小野くんに対して質問させていただきます。わかりました。ハイテンションでイエスで答えてください。はい、では、いきますよ。第1問。マウスプロモーションに所属している。イエス！仕事が充実している。イエス！声優になってよかった。イエス！ 1 億円プレイヤーだ。イエス！そんすね毛を剃っている。イエス！実は、剃れるところは大概剃っている。オーイエス！おい！反応しろよ！変態すぎるという理由で事務所に怒られたことがある。イエス！お、反応しろよ、だからよ。電撃20年祭の公開録音楽しみだ。お、イエース電撃20年祭の公開録音、どこまで脱げるかが勝負だと思っている。イエス、イエス、イエス、なれよなれよ最後の質問です。最後かい。2億円プレイヤーだ。イエスあ、つまり。1億円以上、2億円未満なんだね、小野さんはね。何そこだけなんでなんだ。何なんだ。あとは、全部本当なんですね。本当なのか。大丈夫ですか、小野さん。やばいのありましたけどね。ねまあ、大体こう、剃れるところは剃っちゃってるんですね。はい。はい。イエス。あ、そうですか。僕も知らなかったですけど、そうなっちゃってるんですね。そして、まあ、その10月に控えている電撃20年祭なんですけれども、はいはい、その公開録音で、どこまで脱げるかが勝負だと思ってると。そうですね、うん。チャレンジですよね。やっぱそこに公録があるからっていう名言を、ね。なぜ脱がれるんですか？そこに公録があるからだ。かっこいい挑戦ですよ、ね、完全に壁越しにそうなってると思います、ね、刑務所の壁越しに
お名前おローブちょうだいして、ちょうだいになってですね、おろさん何で脱いじゃったんですかっていうそこに効力があるからね、うん、っていうことになってる可能性ありますけど、ね、また会いに来ますって、はい、うわダメだダメだ、また会いに来るんで絶対ダメだ、小野くんが出てくるまでは DJS なるべく続けたいと思って、お誰とやってんだよみたいなことになってる可能性ありますけどね、やめなさい、じゃあですよ、はい、次は僕から、うん、神谷さんに向けてのですね、今の手でね、はい、わかりました、全部イエスで答えればですね、はい、OK、やってみましょう、うん、はい、嘘発見器をつけて、はい、ちゃんとつけます、はい、忘れてたでしょ、もう忘れてたでしょ、もうゴミだと思ったでしょ、それちゃんとつけるよバカだな、ちゃんとつけてくださいね、どっちが上なんだもん、ではいきます、神谷さんへの質問、はい、青鬼プロダクションに所属している、イエス、もちろんですね、声優は大変な仕事だが生涯声優でいたい、イエス、なんだかんだ言ってなおピークが続くのは嬉しいと思う、イエス、副業でラーメン神谷を始めた、イエス、え、ラーメン神谷は出汁にこだわっている、イエス、ラーメン神谷は鶏ガラスープだ、イエス、え、鶏でいい、鶏だよ、鶏でいいよま、周りから、ド S だと思われている？ Yes! ラジオの前以外でもド S だ。Yes! ん？ベッドの上ではド M だ。Yes!1億円プレイヤーだ。Yes!2億円プレイヤーだ。イエス。何なんだよ。以上。おい。ラーメンのくだりおかしいだろ。ラーメンのくだりおかしかったですね。始めたんですね。あ、うん、うん。なんでスープのあれ間違えたの種類を。豚かな。豚かな。豚骨の方、うん。最終的にあのタイテンさんに大丈夫ですかって聞いてる。OK って言われたんです。なんで味見役を。うん、合格っっ最終的にそうそう合格って言われないと出せないってことかな。鳥じゃないんだねじゃあ。ラーメンか。豚骨ラーメン屋かなじゃあ。はい、うん、で結果、はい、僕と同じ1億円以上2億円未満プレイヤーだと。うん、聞いた時ねえよそんな声優。そうだね、まず1億円プレイヤーだってブーって言っとけよ最初からな。なんで微妙な、ね、微妙なライン言っちゃってんだよね。うん、故障？故障じゃねえのこれ。本当にひでえな。ただこれまたやりましょう。ということで、雪姫歌子先生いかがですか？歌子もブチャラティに出会った時は気をつけてくれよな。